イオンシネマ初めてです。今までね、海老名の東宝シネマスとかワーナーマイカルとか行ったことあるけど、イオンシネマ初ですね。あと109か、あのテラスモールの109とかも行ったことあるけど、初めてのイオンシネマでございます。これ見ます、あ、これ見ます、これ見ます。君たちはどう生きるか、これ見ます。なんか偶然にもプレミアムシート、プレミアムシートですね。はい、というわけで、宮崎駿監督最新作の君たちはどう生きるか、見てきました。金曜日ですね。今日今日曜日でこの動画撮ってるんですけど、ちょっと、いろいろ遅れてしまって、ダラ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 とずっとゴロゴロ寝て過ごしてしまって。まあ、見てきました。どういう内容だったのかというとですね、まあ、そんなにネタバレしないように軽くあらすじ的なとこだけちょっとつぶやきます。戦争で、母親を亡くしてしまった、少年が、父親と一緒に、新しい場所、田舎か、東京から田舎へ引っ越して、で、そこで新しい、これから新しいお母さんになりますよっていう方がいまして、で、まあ、その人とちょっと、まあ、最初はね、当然、うまくいかないというか、ちょっとギクシャクした関係というか、やりとり、ギクシャクしたやりとりがあって、で、その後に、その家の近くの、なんか、古い建物というか、まあ、古い建造物みたいなところへ、なぜかですね、キービジュアルにあった鳥さんが、誘ってくるんですよ。なんか、ちょいちょいこう、その主人公の少年に近づいてきて、誘ってくる、こっちおいで、みたいな。で、そこで行くと、まあ、なんか不思議な異世界へ迷い込んでしまうっていう。で、そこで、まあ、いろいろありまして、で、どういうスタンスで、どういう気持ちで生きていこうっていうのを考えさせられるみたいな内容でした。はい。で、なんかですね、噂に聞いてた通り、その、今までのジブリ作品の、いろんな要素を、もう混ぜ込んだというか、いろんな要素をもう、詰め込んだ、全部寄せ集めた感じの要素がね、本当に、散りばめられてました。僕がその思ったのは、例えば、ホタルの墓、隣のトトロ、思い出のマーニー、紅の豚、風立ちぬ、千と千尋、もののけ姫、ハウル、ポニョ、とか、まあ、そのあたりの、エッセンスというか、まあ、そのあたりの、なんて言えばいいんでしょうね。まあ、その要素がいろいろと散りばめられている、そんな感じの、作品でした。で、その宮崎駿監督自身も、なんかわけわかんなかったでしょう。僕自身もわけわからないところがありましたっていうふうにおっしゃってたんですけど、なんでしょう。まあ、その自分の、その監督自身の、その精神世界、まあ、今まで生きてきたと、生きてきたものとか作ってきたものとか辿ってきた道とかそういうのをひっくる自分が生きてきた人生の歴史とかそういうのをひっくるめた、まあ、総合的っていうかそのでどういう心境かなっていうのを多分自分のそういう精神世界とか哲学とか死生観っていうのを一つの作品に込めたのかなっていう感じの作品でしたね。まあ、その冒険活劇ファンタジーっていうふうにその事前情報では言って、あったんですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ冒険戦いっていう感じでもなかったかなっていう感じですね。近しいところだと、まあ、ハウルか思い出のマーニーか、まあ、ちょいちょいあ、危ない場面とか、なんかちょい、映画らしいスペクタクルな、場面はちょいちょいあるんですけど、まあ、基本的には自分の心と対話して、なんかいろいろ迷って、そのキャラクターの心情ですね。心情の変化とか、そういう動きにフォーカスしてる作品かなと思いました。うん。なんか最近のね、ジブリ作品多いのかなって、なんかそういう、なんか、外部の環境がめちゃくちゃガラガラ変わって、もう冒険、わちゃわちゃ、てんやわんやして、物破壊しまくったり、なんかもう散らかしまくったり、食べたり、飲んだりしまくるみたいな、そういう感じでは、ないですよね。そう。基本的に、自分の内側とか精神世界をじっくり描写するっていう感じでした。はい。そんな感じです。これは、
これが例の箱から。じゃあ早速歌いますかね。100円を入れて100円入れて演奏可能曲数かける6分。なんかすごい。いやじゃあ歌います。耳を澄ますとかすかに聞こえる雨の音、思いを綴ろうとここに座って言葉探してる。考えて書いてつまずいて消したら元通り。12時間経って並べたもんは紙くずだった。君に伝えたくてうまくはいかなくて、募り積もる感情は膨れてゆくだけ、吐き出すこともできずに、今僕の中にある言葉のかけら、喉の奥鋭く尖って突き刺さる。綺麗じゃなくたって少しずつだっていいんだ。この痛みをただ形にすんだ。何をしても続かない子供の頃の僕は、これぞってものって聞かれても答えに困ってた。そんな僕にでも与えられたものがあるというなら、迷い立ち止まった自分自身も信じてたいな。僕がいるこの場所は少し窮屈だけど、愛に満ちた表情でぬくもり溢れて、そして君の声がする。足元に投げ捨てたあがいた後ももがいてる自分も全部僕だから、抱えてる思いをひたすらに叫ぶんだ。その声の先に君がいるんだ。耳を澄ますと確かに聞こえる僕の音、空は泣き止んで雲が切れてく。今僕が紡いでく言葉のかけら、一つずつ折り重なって歌になる。綺麗じゃなくたって少しずつだっていいんだ。光が差し込むこの声が枯れるまで歌い続けて、君に降る悲しみなんか晴らせればいい。ありのままの僕を君に届けたいんだ。探してたものは目の前にあった。ありがとうございました。いや、あっという間だったあっという間でしたね。さあ、ふきふきして戻りますかね。イオンシネマ、うわ、汗やばいいや、でもよかった、歌えた。うん、ちょっとね、ウォーミングアップしたんですよ、お家で。シャワー浴びながらウォーミングアップと、あとバイク走らせてる間、ボイトレじゃねえや、ウォーミングアップエクササイズね、したんですよ。よかったよかった。満足に歌えました。ウェトフィッシュ。はい。ありがとうございました。あ、これいいな。一曲、気軽に100円ポッキリで、税込み100円で歌えるから。はい。こんな感じ。では、この後1時間ぐらい、ま、くつろいで、君たちはどう生きるか、見てきまーす。バイバイ。